7月17日マルレク楽しい関係宇宙と生命と知性とエントロピーのショートムービーの第2弾です今日はあの宇宙の終わりの話をしようと思いますでその終わり方というのは決してドラマティックなものではないです、まあ、あの宇宙もエントロピーの増大の法則、まあ、第二法則でいつかネ 熱的な死を迎えるってことは皆さんあの聞いたことあるかもしれませんが最初にそのエントロピーの増大則っていうのをイメージの話をしようと思います。えっとまあ展開的にはこういうイメージですね。で部屋の片隅にガスの入った容器があってでガスの線が抜かれるとガスは時間とともに部屋,部屋に広がり始めます。で時間が過ぎると あのガスは部屋中に拡散してそれはそれ以降はその分布は大きく変化しませんでこうした状態を熱平衡状態というふうに言いますでこの変化には重要な特質があってあの逆なんか起きないってことですね要するに広がって拡散したガスが元の,あの容器に戻ることは普通はありませんそれは不可逆な過程です でまあ、こういうあのエントロピーの増大のイメージとしてこのガスの拡散のイメージとよく使われると思います。ところがですねこれ今部屋の話をしたんですがあのガスの拡散を部屋じゃなくて宇宙レベルで考えると奇妙なことが起きます。 宇宙に拡散したガスというのは重力の作用で凝縮してでたくさん集まって核融合反応が起こして恒星スターが生まれます。でただその星々もあの最後には同じく重力の作用で集まってブラックホールができてで最後には全てそこに飲み込まれます。逆なことが起きるんですね。宇宙だと拡散じゃなくてあのブラックホールへ全て集中するように。 見えるかもしれないまああのー、図で書いてますとこういうこれはなかなか面白いこれは僕ペンローズの本で見つけたんですが、ね、これはなかなか僕にはちょっとショッキングでえこういうふうに、あのー、ガスの拡散一つとっても、あのー、部屋の中で考えると宇宙で考えるあるいはその重力の影響っていうのを考えるかどうかというので全然違ったイメージがあるんだと。 いうこといで,す、ね、でじゃあそのブラックホールというのはそんじゃエントロピーと何か関係があるのかというので言うと、まあ、これはとても大事な発見がいくつかあります。で端的に言うとブラックホール自体がエントロピーを持つこととそれからそのブラックホールも最後には蒸発してしなくなってしまうっていうことですね。 でブラックホールのエントロピーは、あのベッケンシュタインが1973年にそのエントロピーを持つこと、しかもそのエントロピーがブラックホールの地平の表面積に比例するということを見いします。で、この比例点数は、ホーキンが4分の1であることを 出しますで A をブラックホールの地平の表面積とするとブラックホールのエントロピーは4分の A ですね。でこれは奇妙なんですよね。でなぜならば先ほどの,あの部屋のガスの例で見ると部屋の体積ボリュームが2倍になればエントロピーは当然2倍になります。で3倍になればエントロピーも3倍になる。これはあの体積に比例するんですよね。 ところあのブラックホールの場合にはあのブラックホールの体積ではなくてで面積に比例するで。これはとても意外な発見。というのをエリア速、ボリュームじゃなくてエリア、面積に比例するというのでエリア速という。これはその後とても大事な発展をします。でもう一つ。実はそのブラックホール自身は 例えばブラックホールの,あのホライゾンの近くであの自然に、まあ、あの量子的な由来で量子のペアが量子と半量子のペアが自然に発生するんですけれどもその時にペアの一方がブラックホールに当然落ち込んで他方がそこから抜け出すことが起こり得ます。でそうするとブラックホールからその次発生した粒子の塊が飛び出すように見える。 でそうするとだんだんそれによってブラックホールがあのエネルギーを失ってあのついには蒸発する。これはあとで言いますかものすごいあの10の,あの100畳ぐらいの時間かかるんですそれでもあの有限な時間であのブラックホールは蒸発してしまうということです。 でそれと宇宙の終わりまあ今だから全てあのガスは拡散していくわけじゃなくて凝縮してブラックホールに飲み込まれるでそのブラックホールもいつかは消滅するでそういう形であの宇宙は終わるかもしれないって話したんだそこでもう一つ極色矮星という星が登場しますで最近のシミュレーションではあのまあ 昨日、前回見たんですが宇宙自体が膨張するんであの星の星の距離はどんどん全ての物質の距離はどんどん離れていますね。で巨大なブラックホールに捕捉されるのは実は宇宙全体の物質の1割程度で,でこのブラックホールもあの惑星近海のブラックホールは10度67 0年ぐらいで,で消滅します。 で銀河系中心の巨大ブラックホールでさえもあの10の99条年でとんでもないが長い時間ですけれどねホーキング放射で,で蒸発して姿消してしまうでこれで宇宙終わりかっていうとそうじゃないんですよね実はあの宇宙の物質全体の1割程度しかブラックホールは補足できないので でブラックホールに捕捉されなかった宇宙の残りの9割の物質はもともとそれが属した銀河系から孤立したままというのもあの宇宙はどんどん膨張を続けているからですねで星の一生の進化を孤立したまま続けます。 で、太陽の程度の質量を持つ星ってのは白色外星になって、なるんですが、その白色外星ってのは、やはりその燃料を使い尽くして、あの10の17兆年ぐらいで黒色外星に変わります。黒色外星ってのは、今の宇宙の終末論で注目されている天体なんですが、まだ観測されていない。というのも、この天体は、 名前の通りブラックホールではないんだけれども恒星の一種ですねでも光は出さないでそれはあの中心があの最も安定な鉄の原子で鉄の結晶ですねで温度は絶対0度近くに冷却されているからでこういう星があるんですねでこの黒色いさはとても長生きします で、予想会起きる、まあ起きるか起きないかい分かってないんですが、多分起きないだろう。で、黒色外線の自分は10の32乗程度ですが、もしが、あの、陽が安定しているとすれば、太陽と同じ程度の質量を持つ黒色惑星は10の、これすごいですよ、1600乗に突然崩壊して、超新星惑星を。 爆発を起こしますではもっと軽い太陽の1.16倍程度の出力を持つ黒虫外線は10の3万2000乗年後に超新星爆発を起こしますこの10の1600乗とか10の3万2000これは永遠の <laughs> エンタ実は実よくわからないですねエンて人間が決めてるのかもしれないんだけどただ時間の尺度で言うとこういうとんでもない長い時間の後に突然眠っていたかと見えるような星があの崩壊して超新星爆発を起こす。でこれはとてつもなく長い長い退屈な時間をかけて黒子光合成が 超新星爆発を起こすんです。でこれは最後の宇宙の最後の打ち上げ花火。でこの後は本当に何も起きない。エネルギー,ルギーが出るようなものは何もない。本当にあの宇宙には何も起こらなくなってそれが宇宙の死だ。 何もドラマティックなことは、まあ、熱的指示自体があまり熱的なあのエネあのドラマティックなシナリオではないんですが今見たようにガスの,の拡散から見たエネルギーエンタルピーの増大則とは違った二点三点して でガスは拡散するけどブラックホールの収縮全部吸収されてだけど宇宙は拡大するから拡張するから全部がブラックホールに行くわけじゃなくて残された星は全く孤立したまま冷たい黒い鉄の結晶からできた星ができてそれがとんでもない長い時間をかけて退屈な死を迎えるそれが宇宙の最後の姿だろうというシナリオです。